まだ寒いのにお外に出して大丈夫なの？こんにちは、花草人の小関純子です。今週の花つばマーガレット4シーズンです。マーガレット4シーズンは春から秋まで長く咲いてくれますよ。今このようにたくさんお花が咲いているのはぬくぬくあったかい温室でお花が探してあるからです。ぬくぬくあったかいところで育った子をいきなり外の寒いところに出しちゃうと枯れてしまうことがありますので気をつけてくださいね。この温暖な東海地方は外でも大丈夫なんですけども、明日マイナスになるよっていう時とか霜に当たるような場所に置かなければ大丈夫ですよ。真ん中は小さなお花がたくさん集まって一つのお花になっています。この周りの黄色いところが今咲いてるお花ですよ。真ん中の赤いところはまだこれから咲いてくれる子。どんどん咲き進んでくると真ん中が盛り上がってこんなになってきます。こうなったらもうご苦労さんっていうことで、この付け根のところから切ってあげてくださいね。切り方はこちら。終わったお花はこの元から切っていきます。次のお花がついてるここのところ細く開けて、次のお花のところでチョキンと切ります。間違って切っちゃわないように気をつけてくださいね。全体的にお花が少なくなったら株の高さの半分くらいでジョキジョキっと切ってしまいましょう。そうするとたくさん脇芽が吹いてもりもりに咲いてきますよ。終わったら切ってあげて肥料をあげるとたくさん咲いてくれますよ。それではマーガレット4シーズンを使った寄せ植え、こちらです。花草人ではこのような寄せ植えハンギングバスケットのご注文を受けたまわっております。お問い合わせはこちらの電話番号かホームページからお尋ねくださいね。 YouTube のチャンネル登録も待ってます。花草人の小関純子でした。またねー。